マシンガンか、北の最終兵器リロードイボールボブチャンチ、プライド最多出場最多勝利を挙げているウクライナの大砲。この男の武器は大砲のごとき破壊力を秘めたこのロシアンフリック。ロシアンフリックとは弧を描くように腕を振り、独特の軌道で相手の死角からパンチをヒットさせる。間合いを詰める飛び込みのスピードに加え、遠心力を利用、放つ拳の先に全体重がかけられているため、一発で相手の脳を揺らす破壊力を秘めている。しばらく勝てない日々が続いた北の大砲は、己の体を絞り込み、10キロ以上の減量に成功した。これを見れば一目瞭然。ちょっとした как бабочка。ミドル級の体を手に、蝶のようにリングを舞うボブチャンチ。スピード、キレの増した一撃必殺のロシアンフックを武器に、北の最終兵器がトーナメント制圧に乗り出す。打撃で戦ってみたいと思います。日本の精密マシンガン近藤勇樹、正確無比、マシンガンのような連打を得意とする近藤。切れ味鋭いパンチで KO の山を築いてきた。極限状態の中で精密機械のごとく的確にパンチを放ち、ミドル級王者シーバと真っ向から打ち合う度胸を持つ。自分の精密機械がその色でなければ勝てると思います。北の最終兵器、精密マシンガンか、スライドグランプリ1回戦、近藤勇樹 VS イゴール・ボブチャンチ。ただいまより本日の第3試合を行います。青コーナーよりイゴール・ボブチャンチ選手の入場です。夢をつなぐ大阪ドーム、大観衆がプライドミドル級グランプリの決戦の時を待ちます。一時代を築いたヘビー級無冠の帝王、持ち前のロシアンフックに加え、体を絞り、体力、切れ味、そして何よりスピードを兼ね備えて戻ってきた完全復活のボブチャンチンが、ヘビー級で成し得なかった世界最強の称号に再び挑みます。チャンチン、ライトグランプリ2010優勝、一時期この男が天下を取るチャンスがありました。しかし176センチという体格でヘビー級の体重を維持することに無理がありました。最高で110キロあった体重が今は 92.5 キロ、かつてキックボクシングの90キロ級のチャンピオンだったことを思えば、このミドル級がベストです。本人は嬉しそうにこう話していました。今の私は身軽です。まるで蝶のようです。これがプライド実に25戦目、17勝は全てのファイターを含め最多出場最多勝利を誇ります。ただ強いだけではない、何かを誰もが感じ取った前回の対戦、蝶のようなボブチャンチン、果たしてどんな姿なのか。北の最終兵器リローデッドイゴールボブチャンチンです。赤コーナーより近藤勇樹選手の入場です。日本人の夢をこの男にも託します。現パンプラスライトヘビー級王者、日本の精密マシンガン近藤勇樹の入場です。今回近藤が
対戦相手に指名したのは同じファンクラスの先輩高橋良樹をロシアンフック一発で葬ったボブチャンチンでした。プライドでは3試合を経験、王者ワンダレーシューバとも打ち合いを演じました。シューバ戦を経験して真っ向勝負をしなきゃいけないという意地みたいなものから解放されました。だから今度はボブチャンチンのような暴風の中に身を置いてそれをすり抜けてみたい、危険なところに身を置いていかに危険ではないところのように見せられるか、そんな試合をしてみたいんです。ボブチャンチンのあのロシアンフックをすり抜ける術はあるのか。日本人はボブチャンチンに8戦8敗です。連敗ストップへ祈りを込めます。近藤勇樹があのロシアンフックの暴風の中に飛び込みます。これより第3試合を行います。青コーナー176センチ、 92.5キロ、以上ボブチャンチン。こけた方に割れた筋肉、驚異のロシアンフック、イゴールボブチャンチン。赤コーナー180センチ、 87キロ、コントロール日本の精密マシンガン、キングオブファンクラシスト近藤勇樹。日本人4人のうちの1人、近藤勇樹が登場しました。高田さん、はい、あのロシアンフックを近藤勇樹がどうかわすんでしょうか ね、 うね、どうさばいてね、正確に中入って自分のパンチを当てるかですね、はい、一発で決まりそうな気がしますね。マシンガンパンチかロシアンパンチか、はい、秒殺になるのか、近藤勇樹イゴールボブチャンチン。近藤選手も一発持ってますからね、はい、目離しません。さあ注目は間合いということになります。1ラウンドは10分、2ラウンド5分、3ラウンド5分、延長はありません。判定はマストシステムです。近藤選手目がいいですからね、はい、この見切る目というのは近藤勇樹という選手はものすごいものを持ってますね、はい、さあボブチャンチンのロシアンフックが当たるかどうか。すごい間合いですねこれ。この間合い高田さん、どうできました。小池さん、ボブチャンチン前回の高橋良樹戦ね、すんごい鋭さを持ってましたよね。やはり軽いですね、動きが ねすごく。体重を減らして何よりも増したのはスピードです、ボブチャンチン。近藤勇樹が話していましたが、シューバよりも速いと言っていました。お、速い、速いね。それをかわした近藤勇樹、そして寝技に行ったぞ。サイドポジションパウンド強いですからね、ここからのパンチが強力、ボブチャンチンです。パウンド強いですよ。さあ完全に横に来た、そして膝も強いですからね。膝の体勢に今行こうとしている、左の膝が有効になってきます。この体勢、お、右でした、右の膝です。さあ近藤勇樹、これはこらえどころになりました。さあ精密機械が狂わなければ勝てると言っていた近藤勇樹、冷静に試合を運べるかどうか。セコンドからも冷静にという声が飛んでいる。さあボブチャンチンがマウントパンチを放したいところです。膝を当てる、膝を中に持ってきた。さあ、そして今ガードポジションを取りました。ここからでも来ますからね。小池さんはどんなところに注目しますか。ここからパンチが来ます。これ得意な体勢ですよ、ね、この状態近藤選手っていうのはどうなんですか、うん、やっぱり距離を空けないでくっつきたいですよね、はい、そうですね、頭抱えて、とにかく間合いですよね、はい、ボブチャンチンの間合いになっていく。ああ、これきついです。飛び出してくる、うん、2つ来ました。いや強引に、しかしこれ体重を落としてもパワーは落ちてませんね。こっからのパンチの上手い選手とね、ヒョードル、バッダレ、シューバー、イゴールボブチャンチンですよね、はい、3本の指に入るということですね、さあここは腕を取るか、腕を取った、腕を取ったかどうか、しかし離れる。そして膝で
重さをかけて、そして足を取っている近藤勇気。足を取っているがどうか、ヒールホールドあるいはアキレス腱固めといったあたりですが、さあここはヒールホールドか、ヒールホールド。さあ足首を固めています。落ち着いてますね。ひねり落とせばというところですが、さあ右足を取っているボブチャンチンが左足でこらえていますが、さあどうなるか。ボブチャンチンの表情はまだ崩れていません。ちょっと嫌な顔してますよ。そうですか、はい、うわー、ここから蹴ってきました。さあこの体勢、近藤勇気しのげるか、しのげるか、足をかけて、これもガードしています。この足から抜けたいんですね、イゴール、さあここは近藤勇気が両足でブロックしています。そして足首を固めるか、っと膝、さあ取れるかどうか、膝十字、どうでしょうか。あ、抜けました。さあボブチャンチンが狙っています。もう一度自分から潜っていきました。三角締めは近藤勇気、サイドに回ってきましたよ、はい、回り込んできた。さあ打撃戦ではありません。ここまでは寝技の攻防になっています。進歩入りました。ハーフガードになりました。ボブチャンチンが押さえつけている。あの安定してこう、じっくり、ね、根を張って殴らせないようにしてますよね。近藤選手うまく動いてね、はい、上にいるイゴールも嫌ですよこれは、はい、まあ、近藤は力の入れ方、そしてから抜き方、そして体のさばき方、こういったあたりが本当にうまい選手です。なんとなく相手の力を自分にかからないようにしていく。ボブチャンチンが上になっています。まあ、さばいてるね、下から。打ちたくても打てない。打てない。そうなんですよね。打つ体勢に、ね、持っていけないんですよね、はい。しかしながらボブチャンチンは一発で倒せます、はい。その一発を浴びてはいけない近藤勇気です。ちょっと嫌な体勢。マウントになりました。あ、うまいうまい。すぐ返しました。いや、驚きました。すぐに体を反転させました。この辺りの体の使い方、近藤勇気うまいものがあります。さあ今度はボブチャンチンが守る体勢になっています。さあ高田さん、はい、ここは近藤はどう行きたいと思っているんでしょうか。やっぱり、パスガードして横について殴りたいですよね。ここからのさばきイゴールうまいですからね、はい、この間合いではお互いパンチを打てる、いいパンチ打たせてくれてないでしょ。状況ではありません。お互いディフェンスはうまいですよ、はい、ボブチャンチンのこの寝技の技術というのもなかなかのものです、はい。さあここはいつスタンドの体勢になるかという形でしょうか。ここでストップをかけています。センター、さあ再びスタンド、同じポジション、あ、ドントムーブですか、はい、ドントムーブです。佐野さん、はい、近藤サイドですがね、セコンドの指示に今日は本当によく耳が聞こえてますね。あ、そうですか、しっかりね、一つ一つね、思惑通りに動けてますよ、はい。佐野さん、はい、こちらボブチャンチンサイドもですね、今のところいいというそういった判断をしている。あ、そうですか、はい、で、うん、ここまでは立って勝負しようとかそういった指示はあまり出ていないようですね。あ、そうですか、はい、では、まあ、2人ともに選手に任せているという状況のセコンドです。全く五分五分ですね、はい、今までここまでは近藤の精密機械の狂っては腕を取っているボブチャンチン。ボブチャンチンが腕を取っている。おっと、危ないぞ、取ってます、腕を取っているぞ、近藤も腕を取っている。そして今伸ばそうとしているが危ないぞ。近藤のこの表情です。力あるからね、力で強引に、体勢が悪くても強引に持ってくる。さあボブチャンチンが腕を取っています。うわー、ナイス、あー、ナイスですね。危ないぞ。さあ耐えられるか、近藤耐えられるか。
少し緩めたか、少し緩んだか、しかししっかりと体を固めているボブチャンチン、抜けました、ここで抜けました、危なかった、危なかった、いやそしてまたマウント、いやボブチャンチン体力もアップしてますね、危ない危ない危ない、先ほどね返されたんで返されないようにするじゃないですか、そうですね、警戒しますよね、さあボブチャンチンがここからこの前でパンチを放たれると危ない、近藤は腕を取ろうとしている、残りが2分第1ラウンド、ここはパンチを繰り出す、相手の隙を伺うボブチャンチン、狙ってますよ、ボブチャンチンのパンチ完全復活を遂げた、ミドル級に足を運んだイゴールボブチャンチンのパンチ、ここは逃れたい近藤、バランスいいですね、しっかり下半身まで神経を外化してますね、ボブチャンチンがパンチを放ちます、お差し当たりました、左近藤がブロックしているが、いや体勢だ、ここは返してみたい、近藤嫌がっています、顔開いてるからブロックしないか、一瞬で勝負が決まる、左のパンチ残り1分、さあ残り1分、近藤しのぐか、残り1分、さあここは腕を取ったまま体を返す、またしのいだ近藤勇樹です、よく返した、よく返しました、さあここはこのまま第1ラウンドを終了させたい近藤勇樹、立ち上がった、ここからパンチに行くのか、またボブチャンチンが左の腕で、ここも入れ替えた、なんか進化してるね、さあヘビー級で成し得なかった世界最強の称号、このミドル級で取りたいボブチャンチン、そして日本人は弱くないんだという思い、それを証明したいという近藤勇樹、ここで第1ラウンドが終了しました、さあこの2人立ち技ではなく寝技の10分間でした、近藤の表情です、耐え忍んだ10分間、これ危なかったね、危なかったですよね、腕を取られました、これボブチャンチンは足も使って本当にうまいですよね、今膝すね使って切ろうとしたんですけどね、近藤選手が切らせなかった、で一番危なかった体勢はこの後ですよ、この後、この後です、この後これ右手でなんとかガードしてるんです、この辺り、この辺りですね、この辺り危なかったね、小池さん、ボブチャンチンの進化ってのはすごいですね、すごいですよ、以前ね体重落とす前も一時期はヘビー級のトップ3に入ってたんですもんね、はい、ボブチャンチン選手は、プライドグランプリ2000の準優勝者です、イゴールボブチャンチン、まだ立ち技脅威のロシアン復帰は出ていませんが、しかしこの辺りのパンチも重いものがあります、ここまではややこのボブチャンチンが優勢か、体重は 92.5kg、 近藤勇樹第2ラウンドでの巻き返しはなるんでしょうか、日本人の世界制覇へ、近藤勇樹の戦い、自ら指名したボブチャンチンとの戦いです、セコンダー、セコンダー、セコンダー、第2ラウンドです、5分間です、立ち技です、立ち技なら立ち技で勝負すると言っていた近藤勇樹、
うん、かました近藤、かました、そして飛び込んでいきます、うん、そしてもパンチ、そしてキックを放ってきた、早い早い早い、ボブチャンチ、そして倒した、いやこの進化はなんだ、ボブチャンチン、うまい、この中でタックル取る、いや自分で打ってそのまま自分で抱えた、あの素早さ、今の打ち合いから近藤選手タックル入ってそれ切ったでしょ、ええ、このテイクダウンまでものすごいノーミスですね、あそこの風を読んでよくタックル入りましたよね、今本当ですね、まあかわした近藤勇気もすごいんですが、今上になっているのはボブチャンチン、ボディーブローから左のフック、一つ一つ的確に打ってきますボブチャンチンです、ドントムーブ、中央ですね、同じ体勢で中央に持ってきます、試合が再開されます、ハーフガードボブチャンチンの左足を両足で固めている近藤勇気です、佐野さん、はい、近藤はあの動きを止めるとどん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 ボブチャンチンのいいポジションになってしまうので、常に動いていこうという指示が先ほどから飛んでいます、はい、佐野さん、はい、ボブチャンチンサイドはですね、第1ラウンドグラウンドでも互角以上できたということで十分な手応え感じているようですね、あ、そうですか、とにかくこの第2ラウンドも近藤が一瞬狙ってくる動きだけを気をつけていこうと言っています、はい、さあ動きたい近藤勇気ですが、うわこのボディ、いやそして顔面、いやこれは強烈です、まあ近藤だからしのいでいる、そんな感じもいたします、本当そうですよ ねさあなんとか間合いを詰めたい近藤です、頭を押さえつけようとしますがそれを跳ね返してパンチを打ってくる、上行きますよ、ボディから、そして上が心配だ、おお自分から行きました近藤、さあボブチャンチン今度は足を取ります、左、近藤選手もトライしてますよ、下からトライしてる、耐えている近藤、ここは身を寄せたボブチャンチン、よく分かってます、近藤もなんとかこう動いてね、自分の活路を見出したいという、スタンドに持っていって、まあ、上に乗りたいですね、そうですね、ちょっとこの状態は不利ですね、はい、うん、近藤は今回ボブジャンチンと対戦するために必殺技ハヤブサという技を作ってきました、至近距離から小さく細かく打つパンチ、ショートパンチの連打ということですが、これはスタンドで効く技、ボブジャンチンのこの形にはまると近藤そのハヤブサを見せることはできません、さあ球をつけてボブチャンチン、今度サイドサイドに回った、3分経過、残りが2分、マウントに入らないようにしないとマウントすっと入ってきますよ、膝を使うボブチャンチンです、マウントをわざと誘ってるかもしれないですね、うん、ここ3戦膝危ない、膝危ない、ボブチャンチン膝、完全復活ボブチャンチンの膝、だんだんと高田さんどうですか、これ近藤がしのぐだけというか ね苦しくなってきてますよね、ペースはもうパンチの連打、パンチの連打、うわこれ的確に入っている、いやこれは本当にリローデッド、ボブチャンチンが帰ってきました、あそして大阪ドーム場内には近藤コール、マウントです、マウントだ、しかしマウントだ、ボブチャンチンペースに徐々になってきた、しかしこれを返そうとするボブチャンチンも徐々に疲れてきたか、少し口が開いてきた、耐える近藤、回った、しかしこれチョーク気をつけてますよ、チョークが危ないですよね、何でもできますからね今のイゴールボブチャンチンは、パンチを出していく近藤のガードが少し緩んだところを一発というボブチャンチン、ここは耐える近藤、また体を返す、しかしここはチョークスリーパーが心配、パンチ気をつけてもいい、そしてパンチ、側頭部のパンチです、
何度も近藤選手を落とそうとしてるんだけど、イゴール・ボブチャンチンのバランスがいいから、なかなか崩せないんですよね、はい、バランスいいですね、バランスがいい、少しずつ少しずつボブチャンチンペースに、急所は外している近藤勇樹ですが、ここは顔が赤く染まってきています近藤勇樹、少し苦しくなったか、第2ラウンドボブチャンチンにペースを握られています。明らかに進化を遂げましたイゴール・ボブチャンチン、影の優勝候補とも言われています。これ高田さん早いですね、はい、早いですね、でここからタックル取ってテックダウンですね、はい、小池さん第2ラウンドどう見ましたか。やはりどうしてもこう守りに徹してしまった近藤選手が目立って、第3ラウンド勝負ですよね近藤選手はね。でも、まあ、ボブチャンチン選手がその口開いてきてるんで、ちょっとやっぱ疲れが見えるなと思います。そうですね、近藤選手は座らないですもんね今も、はい、しかし終始攻めたという印象のボブチャンチン、このパンチも当たって、このストレート当たってるんです、これも当たっている、はい、待って待ってね、近藤の精密機械が徐々に狂い始めたか、自分の精密機械が揺るがなければ勝てる、そう話していました。そしてこうも言っていました、秒殺されるつもりはない、3ラウンドやる、近藤の話した通り3ラウンドまで試合は進んでいます。短い戦いよりも長い戦いの方に勝機を見出している近藤勇樹、第3ラウンドどんな姿を見せてくれるんでしょうか。ボブチャンチンはまだでも涼しい顔をしているような気がいたします。無冠の帝王が世界最強の名を奪い取ろうとしています。近藤勇樹イゴール・ボブチャンチン最後のラウンドです。近藤選手勝負ですね、捕まえていった、捕まえていきました、倒して上に乗りたいね、はい、しかしここは首を取ったボブチャンチン、取ってますよ、顎の中に入ってますよ、そして回してきた、そしてパンチ、ボブチャンチン対応力があるな、だから近藤選手してみたら、打ち合いをおそらくプランとしようとしたと思うんですよ、その流れでね試合が進むというふうに、ところがテイクダウンうまいし、上に乗ったバランスはいいしね、関節取りもいいし、で今みたいに器用な技もできますしね、ちょっとこう、意外に感じてるんじゃないですか、穴がないなという感じがしますね、器用にこなしますからね。ボブチャンチンの右です。またこの体勢になると近藤勇樹は苦しい、体力、キレ、そしてスピード、すべてがアップしましたボブチャンチン、回した、さあ今度立つ、バックを取っているのはボブチャンチンです。少し離れるとロシアンフックがやってくる、近藤選手膝ありますからね、捕まえている近藤です、キレのある膝ありますよ、離れると危ないぞ、あ左、反応いい ね反応がいい、そして膝、膝が飛び込んで、うわー、膝、さあ近藤がここは動きたくない、しかし動かなければこの体勢のまま、捕まえた、立ち上がる、また投げるか、少し強いね、なかなか倒せない、さあここ足をかける、残りが3分になりました、この試合離れて打ち合うか倒して上に乗るかですね、勝負かけたいですね近藤選手は。そして両者の体力的な面はどうですか。いやまだ大丈夫ですね、大丈夫です、近藤選手まだスタミナ、右、危ないですよこの距離、この距離危ないんです、
右に入りましたよ。右が入った。そしてクルメです。大丈夫ですね。まだ意識は大丈夫です。でも時間ないですよ。はい、さあボブチャンチンが腕を取った。そして首に巻きつけていきます。対応できてます。そしてマウントポジション。いや、流れをうまく作ります。もう気がつくとこうなってますね。そうですね、流れとしては。頭をつけるボブチャンチン。そして右ガードが空いたところを顔面を狙ってきます。これ自分だけが回っちゃうと、こうブリッジした時相手も転がってくれば上乗れるんですけど、自分だけ回っちゃうとバック捉えるでしょ、はい、そうですね、うん、それが危ないんですよね。それなんですよね。ここもフックのようなパンチを放ってくる。全部のこの体重が乗ってくるこのロシアンフック。最後まで攻撃がやめないですね。やめないですね。そうですね。おお、危ない。危ない。進化したボブチャンチン。いやー、これもね、少しずつね、これ当たってるんですね。なんとか急所は外していますが、決定打はもらってないんですよ。ええー。あっと、パンチを買っている。残り1分。立ちたい近藤勇気。不動心、折れない心、近藤勇気、残りが1分。しかし体は変えられません。これはこらえている、嫌っているという状況です。赤く染まっている近藤勇気。佐野さん、はい、ボブチャンチンサイドはもう残り1分切った。とにかく最後仕留めろと声が飛んでいます、うん、はい、日本人だから負けても仕方がないという常識を覆したいと試合前は話していた近藤勇気です。止まらないですね。止まらない。しかしこのボブチャンチンの壁、バランスもいい。予想以上に力をつけてきました、このミドル級グランプリボブチャンチン。最後まで休みません。休まないね。最後もマウントで、マウントでボブチャンチンがパンチを放つ。休まない選手ですね。ヘビー級からミドル級に変えた世界王者への夢。ここで試合が終了しました。ボブチャンチン全く休むことなく3ラウンド打ち抜きました。試合は判定になります。マストシステムです。うん、2ラウンド3ラウンド、高田さん、はい、まあ、近藤はこれ自分の戦いをすることがまあ、難しかったですね。させてもらえなかったという形になるんでしょうね、まあ、判定という、こうシステムからいうとこれはもうイゴール選手の完勝でしょう。そうですね、これ第3ラウンドの序盤ですが、この右のパンチも当たってるんですね。これですね、うん、ただグラウンドでのね、はい、パウンドは決定打はもらってないんです。うん、ただそれでもね、休まず投げてたイゴールの印象というのは、はい、常にね、うん、主導権握ってましたよね。そうですね。あ、さあマストシステムの判定です。判定の結果をお伝えします。ジャッジ大橋、ボブチャンチン、ジャッジ小林、ボブチャンチン、ジャッジ足立、ボブチャンチン。判定3対0、近藤勇気イゴールボブチャンチンの壁を破ることができませんでした。見事な勝利でした、ボブチャンチン。この進化はただならぬものがあります。佐野最終兵器リローデッド、ボブチャンチンが2回戦進出、近藤勇気1回戦で姿を消します。休むことなく打ち続けましたイゴールボブチャンチンです。高田さん、はい、この進化はどう見ますか。いやもうね、穴がないですよね、ディフェンスはしっかりできてるし、はい、ほぼパーフェクトですね。で攻め強いし、はい、でテイクダウン取るでしょ、グラウンドのバランスいいし1本取りくるでしょ、スタミナもやっぱありますよね、攻め続けてまだまだスタミナまだ残ってます。まだ何ラウンドかできるんじゃないですか。
小池さん、近藤残念でしたね。残念でしたね、どうしても今日はこの攻められてる印象はちょっと強かったですよね。そうですね。日本の精密マシンガン近藤勇輝敗れました。勝ったのはこのイゴール・ボブチャンチン、2回戦に進出です。